台湾生タピオカに沖縄黒糖、北海道産牛乳使用のタピオカ専門店、種類豊富なドリンクに台湾の風を感じる可愛い肉まんやデザートもあります。パンダだらけの可愛い店内に癒されてお腹も心も満たされました。最後にはお得な特典もあるのでお見逃しなく。とちかつ TV は森山と尾張朝日を愛するひよこ不動産の提供でお送りします。こんにちは、とちかつ TV のかこです。今回は森山区にある30種類以上のドリンクと台湾スイーツや肉まんを扱うタピオカ店、小畑駅から徒歩3分のところにあるタピパンダさんにやってきました。私タピオカって大好きなんですけれども、台湾生タピオカっていうのは初めてなので今日は楽しみにしてきました。タピパンダさんのメニューは種類豊富なんですが、台湾ならではのメニューもあるということで、今日は台湾の雰囲気を楽しんでいきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。とちかつ TV に取材してほしいというお店を募集中です。詳細は概要欄をご確認ください。はい、それでは早速店内に入っていきたいと思います。こんにちは、お願いします。あ、すごい店内パンダがいっぱいいてめちゃくちゃ可愛いです。右を向いても左を向いても上を見てもパンダ一色。大きくて可愛いぬいぐるみもいて、タピオカと一緒に写真を撮ったら素敵な一枚になりそうですね。タピパンダさんの魅力は可愛いパンダだけじゃありません。ドリンクメニューの豊富さです。もう一つの魅力はサイドメニュー、台湾から輸入した食材を使用した本場さながらの食べ物です。すいません、黒糖タピオカラテの L サイズを一つと、黒糖抹茶ラテの M サイズを。 M サイズですね。はい、氷の量と甘さこちらからお願いいたします。これが選べるんですね。じゃあどちらも氷少なめの、甘さも少なめでお願いします。はい、甘さも少なめで。あとタピパンダ肉まん、はい、を一つと、あとこの芋園ミルクティー味でお願いします。ミルクティー味でかしこまりました。ありがとうございます。以上でよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ全ての商品を持ってきてもらいました。もうめっちゃ可愛くってパンダで溢れてます。一個はカメラマンさんに一緒に飲みましょう。乾杯じゃあ早速黒糖タピオカラテから飲んでいきたいと思います。これね、下にすごく黒糖が溜まってるんで、振ってからストローさせてくださいってことでした中でタピオカが踊ってる。はい、混ざったと思うので飲んでみたいと思います。よいしょ。おじゃあいただきます。おいしい。甘さを控えめにしたので、このミルクの風味とかでも黒糖の甘さもちゃんとついてて、あんまり甘い飲み物苦手なので、甘さを控えめにしたのでちょうどよくって美味しいです。台湾生タピオカってことなんですけど、もちもちってした歯ごたえもすごいあって、このタピオカ自体も甘すぎないんですよ。だからこの甘いドリンクと合わさってもめちゃくちゃ合うし、これ大きいけどごくごく飲めちゃいそう。美味しいです。カメラさんが人気ナンバー2の黒糖抹茶ラテは、抹茶の風味が感じられ黒糖とマッチしており、甘さ控えめで和の味と言っていました。 L サイズを頼むお客様も多いとのお話。氷控えめや氷なしも無料なのでお得ですね。はい、じゃあ次はこの肉まんを食べたいと思います。もうね、めっちゃ可愛い。食べていいのかな、これ。葉っぱの上に乗ってて、見た目もめっちゃ可愛いですね。2個あるけど、全然ペロッといけちゃいそう。さあ、かわいそうだけど、このままかぶりついてみたいと思います。いただきます。美味しい。生地がまずすごくふわふわで、味付けは塩味ってことなんで、ほんとさっぱりしてて、中にあんが入ってるんですけど、お肉もなんか柔らかいんですよね。豚肉の甘みがあって、玉ねぎとかザーサイが入っているのでさっぱりして食べられちゃいます。
美味しいです。噛めば噛むほど味が出てきて、これおやつにすごいちょうどいいと思います。めっちゃタピオカドリンクにも合いそう。あんまん、小籠包、シューマイもあります。お供が多くて嬉しいですね。では芋園を食べていきたいと思います。で、さつまいもとタロイモが入ってて、でこれが戦争ゼリーっていう植物を使ったゼリーで、あとタピオカが入ってますね。おお、ミルクティーたっぷりあるからなくなったらかけるっていうスタイルですね。じゃあ早速芋から食べてみます。タロイモとさつまいもの台湾の伝統的なお団子って書いてありました。あ、美味しい。日本でいうと白玉団子みたいな感じで、お芋が使ってあるので、お芋の甘さもほのかにあって、このミルクティーと一緒に食べるとすごい美味しいです。次はこの戦争ゼリーっていうのをいってみたいと思います。プルプルです。すっごいさっぱりしてるんですよ。少し甘くしてあって、戦争ヘルシーで、ダイエットとかで台湾で食べる方が多いみたいなんですけど、ボリュームもあってお腹いっぱいになりそう。すごい美味しいです。タピオカとミルクティーもマッチしていました。次はミルクティーを選ぼうかな。本日はごちそうさまでした。ありがとうございます。質問をいくつかさせていただきたいんですけど、お店のコンセプトを教えていただいていいですか。私もパンダが好きなので。ああ、そうなんだ。子供頃からずっと動物園とか行ってまして、パンダのもっともずっと頭に残ってまして、はい、日本の皆さんもパンダが好きなんで、パンダとタピオカをちょっとコンセプトしてお客さんに伝えて、嬉しいじゃないかなと思って、はい、まあ、そのパンダをとタピオカをコンビして店を作りました。人気ナンバーワンメニューと、あと店長さん個人的に自分のナンバーワンの、はい、私一番好きのは黒糖タピオカラテですね。当店のナンバーワンのものになりますね。あとですね、戦争ゼリーと台湾のナラレココも好きなので、戦争ゼリーミルクアルグレイもこの商品を好きですね。タピオカも飲めるし、戦争ゼリーも食べるし、どちらも楽しいですね。台湾ナラレココは長方形で少し酸味があって、日本とは少し違いました。お試しあれ。次にタピオカやドリンクのこだわりがあったら教えていただいてもいいですか。台湾の本場の生タピオカ、このまま台湾の工場から直接入荷しておりまして、食材とかもほとんど台湾から来ていまして、お茶とか、あとナダデココ、戦争ゼリー、あと芋園の芋ですね、あと小籠包とか肉まんとかもほとんど台湾から輸入してきてまして、あと牛乳は北海道産の牛乳と、あとホイップとかも北海道から来てましたので、はい、じゃあ最後にですね、視聴者の方にメッセージをお願いします。皆さん、タピオカドリンクを好きな方、ぜひタピパンダに来てください。よろしくお願いいたします。はい、本日はどうもありがとうございました。はい、ということで、タピパンダさんで美味しい台湾ドリンクとフードをいただきました。タピオカドリンクの種類はとっても多かったですし、今度はまたね、いろんな味を楽しみたいなって思いました。で、店長さんの人柄もすごく素敵だったので、ぜひ皆さんも足を運んでほしいです。そして世の中にはタピオカブームっていうものがあって、2019年頃にあったブームが第3次ブームなんだそうです。なのでこの取材を機に、守山区にタピパンダさん発信でぜひ第4次タピオカブームを巻き起こしてはいかがでしょうか。タピパンダさんに行ってみたいと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。駐車場はありませんので、お近くのパーキングにお願いします。タピパンダさんからお得な特典をいただきました。提携駐車場はありませんが、お近くのコインパーキングの当日の駐車証明書をお持ちいただければ、ドリンク代50円引きです。とちかつ TV は共に盛り上げてくれるスタッフを募集しております。そして
どちかつ TV に取材してほしいというお店も募集中です。詳細は概要欄をご確認ください。